子供だってつらいよ。渡部、これはまずいぞ。うん、これはまずい。文句へのジャンカード。ジャンカードは今までなんとなくノータッチだったけど、文句へバージョンとなると無視できないな。モンスターカードがメインとは分かってるな。20円で1枚ってことは100円で5枚か。あ、どうする、軒下。ひとまず1回だけやってみよう。おお、プリンだ。プリン、なんか文句って感じがするな。 HP10MP0 攻撃後か、やっぱ弱いな。俺もやってみる。え、嘘。え、デーマス？デーマスだ。マジで？すげえ。しかもキラキラじゃん。うわー、いいなー。 HP1500、 桁違いだ。プリンはいくつだっけ？10。ほら、もうこれ最強カード出しちゃったんじゃない？くそー、いいなー、デーマス。あ、でもほら、デスタロッサもあるっぽいぞ。デーマスより強いんじゃないか？あ、確かに。よし、まだ80円あるからな。もう一回やる。自爆？技カードか。しかも自爆っていまいち嬉しくないね。これはスーパーいまいち。よし、俺ももう一回。おお、スーパーいまいち。ヒート。お、魔人ダイダイン。今日のお小遣い残り20円か。20円あればミニショップで駄菓子が買えるけど。え、確かに。俺はやっちゃう。これでラストだ。おお、またキラキラ。プリンキングだ。 HP2000。 うおー、マジで？羨ましい。ラカンス出た。軒下語。よし、俺もラストチャンスだ。犬のフン？軒下。ああ、もう、ふーんだ。また出た、軒下語。ふんとふーんで、ふーん。へえ、モンスターカードを戦わせてカードバトルができるんだ。ん？どうやるんだ？ね、まずお互いせーのでモンスターカードを出す。せーの。おお、なるほど。そうきたか。じゃんけんで勝った方から攻撃できる。じゃんけんしょ。勝った。じゃあ俺から。プリンの攻撃は5だから、メタルプリンに5ダメージで残り HP5。 じゃあ俺のメタルプリンの攻撃、攻撃が10だからプリンに10ダメージ。プリンは HP10 だからメタルプリンの勝ち。お、マジか、負けた。バトルで勝敗が決まったらお互いに次のモンスターを出せるらしい。ただ勝った方も一度使ったモンスターはもう使えないと。おお、まだ続けられるのか。よし、じゃあもう一度。せーの。おお、デーマス強すぎ。いや、でも魔人も攻撃が500はやばいぞ。じゃんけんしょ。やった、勝った。じゃあ魔人の攻撃でデーマスに500ダメージだ。デーマスの残りの HP1000。 じゃあ俺もデーマスの攻撃で魔人に300ダメージ。
魔人は残り HP500。 魔人の攻撃デーマスに500ダメージで残り HP500 だ。え、ちょっと待てよ、このままだと俺が魔人に攻撃しても残り HP200 で、その次に攻撃されたらデーマスの負けだ。ふっふっふっ、渡部終わったな、魔人の攻撃力を侮ったようだな。くっそー、何か方法はないのか。ん、ヒートは魔法カードで MP50 使うことで追加で100ダメージを与えることができるのか。渡部どうした、降参するか。よし、これでデーマスの攻撃による300ダメージとヒートの100ダメージで合計400ダメージを与えることができる。ヒート、あ、ダメだ、足りない、400ダメージでは魔人を倒せない。わたべ、もう無理だって、諦めよう。くっそー、これだ、このカードにかける。ん？え、なになに？デーマスの MP500 を使い魔法カードダイダインを仕掛ける。なんだって、ダイダイン？ダイダインを使うとじゃんけんで勝つかアイコで相手を即死させることができる。そんなことができるのか、くそ、しょうがない。軒下、勝負だ、じゃんけんしょ。アイコってことは、ダイダインはアイコでも発動、魔人は即死、デーマスの勝ち、相手がモンスターを出せなくなったので俺の勝利。オーノー。はあ、負けた。なんだよ魔法カードって。ん？うわ、早乙女太郎。いや、渡部くんに木下くん、偶然だな。お前こんなとこで何してんだ。ん、その手に持ってるのって、ああ、これかい。これはほら、文句絵のジャンカードだよ。え、文句絵の、お前も集めてるのか。見せて見せて、俺たちのも見せるからさ。ダメダメ、君たち手を洗っていないだろう。え、手？なんだよ、神経質だな。悪いね。その代わり僕とバトルしないかい。え、君たちが勝ったら僕のデスタロッサをあげるよ。デスタロッサ？マジで？その代わり僕が勝ったらデーマスをもらいたい。どう？え、欲しいけど勝ってるかな。じゃあこうしよう、君たちは2人で組んでいい、そしてバトルも1回勝負、さらに君たちが先行でいい。どうする、渡部？受けて立つ。うわ、汚れないようにハンカチが敷いてある。じゃあ始めよう。せーの。え、不倫だと？どういうことだ？渡部、本当にこれで大丈夫なのか？うん、俺たちの先行が確定ならこれでいけるはず。何を企んでるかわからないが、君たちからお先にどうぞ。じゃあ行くぞ。まず変身カードを使い、プリンを変身モンスターのプリンキングに変身させる。なんだって？プリンキングだと？なるほど、確かに強いが、僕のデスタロッサなら2発で倒せるぞ。確かに。しかし僕はそんなに甘くない。 MP500 を使ってアイスーンで500の追加ダメージ、合計1500ダメージだ。マジか、残り HP500 になっちゃった。渡部、本当に大丈夫？ちょっと焦ったけどまだ大丈夫。じゃあ軒下頼む。よし、じゃあプリンキング専用の技、自爆カードだ。
なんだと？自爆？このカードを使うとじゃんけんで勝つことで相手を即死させることができる。ただし負ければ両方即死で引き分けになる。嘘だ。この僕が負けるなんてあってはならない。せめて引き分けにしなくては。じゃんけんしょ。やった、引き分けだ。僕が負けるわけないんだ。ギャー、犬の糞。うわあ、この犬の糞のカード、相手がデスタロッサの場合に限り追加で2000ダメージだったのか。これ使ってれば勝てたんだ。マジで？まるで早乙女だな。コドツラ。